はい、どうも、中村です。今回は、スチームの録画初ですかね。この状態、OBS でやるの。ちょっと気になるゲームがあったんで、しかもその気になるゲームのこのレイジングブラスターていうのは、体験版があって、まあ、体験版無料で遊べるという太っ腹な感じなんで、ちょっとやってみようかなと。まあ、ボタン、どんな感じなんですかね。よいしょ。A と B。フォワードショットとワイドショット。ファミコン的な感じですかね。アウトプレイ見ましょうか。ポーズ、ムーブ、チェンジスピード。まあ、スピードチェンジがあるファミコンみたいな感じですかね。あ、でもネクストページあるぞ。あ、キーボードでも操作できると。アイテムキャリア。ウェーブ、レインレーザー。俺、基本的にシューティングホーミング好きなんですよ。ガンヘッドとかでもさ、基本、逃げながらホーミングっつうのが好きなんですよ。それでたまにシューティングでえらいハマりかけるときあるんですけど。クリスタル。チェイン、コンボがあるわけですね。まあ、キャラバンも3分遊べるモードちょうどいいですね。あ、そうじゃん。びっくりした、敵かと思った。ダロメじゃ
もうちょ、もう一回やろう。これラス、ラス。ラス1。次の1回です。ストアページ見ればわかんのか。ペロリン、アソアページを。なるへそ。今 15% 引きで、1520円が1292円。いいんじゃないですかね。ファミコンでスターソルジャー買ったと思えば、安いんじゃないですかね。はい。というわけで、意外と、あれ、おもろいですね、これ。うんうん。オンラインランキングとかあるんだ。クーパーの二人で。桁が違うんですけど。マジか。
はい、というわけで、3分モードで、こんなに差がつくの？そんな、こんなに差がつくの？はい、というわけで、レイジングブラスターズ体験版、面白かったです。ぜひ、Steam お持ちの方というか、まあ、パソコンを持っていれば、Steam みんな入れてますよね。体験版やってみてください。プレステ4パッドを挿せば、すぐ遊べます。それではご視聴ありがとうございました。またねー。